イギリスはお手上げになってで無責任で、第一次世界大戦で、はい、第二次世界大戦も、もうイギリス赤いようになって言ってたから、うんうんうん、もうちょっと国連にお任せしますっていうふうになったん。うんうんうん、で、これは第二次世界大戦後の話ですけど、はい、国際連合がイスラエル建国をしましょうよっていうことを、うん、議題に出すわけですよ、うん、その時もう大反対が起きます、はい、当然ながら、うん、で、これは重要な、議題なので、うん、3分の2以上の賛成がないと認められませんっていうことになるんですね、はいはいはい、で、イギリスやフランスやヨーロッパの人たちが賛成します、うんうん、だから彼らはユダヤ人に戻ってきてほしくないから、うん、心底、うん、自分のところにはね、ではややこしいから、うんうん、ややこしいから一旦追い出しても、うん、みんなそれはドイツが追い出してんねんけどみんな同じなんですよ、あ、根底にある気持ちとしては、はいはい、だから戻ってきてほしくない、はいはい、でアラブの人たちは、うん、そんなん絶対反対やって言いますよね、うんうん、で、半々やったんそれが、うん、じゃあ後の決着どうなるかっていうのを握ってたのが実はアメリカやった。うわ、でアメリカとアメリカについてる人たち、うん、でこの時ちょうどアメリカは民主党政権やったんです。トルーマンやったんですよ、戦後やったから。でトルーマンは、トルーマンってそんなに政治的に力強い人じゃなかったらしいのよね。でそこで、ユダヤの人たちが、うん、ユダヤって移民系やんか、うんうん、移民系の票大事ですよね次の選挙で、うんうんうん、っていうことを言い出して、うんうん、今私たちどっちに投票するか決めてませんよって言ったんですよ。あ、で、今度 の国連の会議見ものですねわ言ったんですよね。そしたらトルーマンはイスラエル建国に、イスラエル建国の方に賛成で、アメリカに準ずてる国も賛成っていうことになって3分の2がイスラエル建国を支持したっていうことになったと。あ、なるほどね。そしてイスラエルという国ができましたはいっていうことなんですね、でこの革命運動がアラブ全体に広がっていって、うんうん、アフガニスタンに広がっていくの。でアフガニスタンで内戦状態になっていって、うん、でここで革命運動が起きてくるんだよね、うん、でこれが起きたら困るのがソ連やった、うん、そのアフガニスタンの北には、うん、もうこれはソ連邦があるわけなんやけど、うんうんうん、これみんなイスラムの国なんですよ、はい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 、でここに飛び火をしたら、うん、ソ連崩壊してしまいます、はいはい、これであかんっていうことになって、うん、ソ連のアフガン侵攻が始まるのよ。あー、なるほど。でこれに対してアフガン侵攻に対してアメリカがまた、あ、でパキスタンの方から出ていくっていうことになって、はい、アフガンのもうなんかや泥沼になっていくという。でこれで崩壊をしていくのは、うん、実はソ連やってる。あ、その後あれですもんね、民主化されて、民主化されていくっていうことになるわけですよね。うん、でこれで困ったのがPLO やったん、PLO はソ連の崩壊で、うん、武器が来なくなったんですよ。あ、ソ連から武器をもらって、もらってたから。それで、うん、で、オスロ合意っていうのをやってして、うん、オスロ合意って何かっていうと、うん、イスラエルの中のパレスチナに自治権を与えましょうよと、うん、で5年間イスラエルはパレスチナに自治権を与えますと、うん、でうまくいくようやったら自治を認めますっていう風になったんですよ、うんうん、だけどこれはこれでイスラエルの保守派から何やってんねんそれ、そんな認められへんでっていう風になって、これを合意をしたラビン首相は殺されるんです。うわ、でこれでもうオスロ合意っていうのはもうなくなっちゃう、うん、で
結果的に、労働党っていうところがその当時のイスラエルの、政権やったんだけど、リクードっていう保守の政権が、取るようになって、で自治でうまくいってへんやんけお前ら、こんなんでは認められへんでって言って、オスロ合意がもう破棄されて、その結果パレスチナは今のような状態になってくる。ガザとで占領されたままの、ウエストバンク、ヨルダン川の西岸で、ゴラン高原も今もイスラエル の占領したままになっていくっていうので、今の状態になっていってるんですよ。でオスマントルコの時には、アラブ人もユダヤ人も何も揉めてないねん。本当本当揉めてないんですよ、ね。